発見。あ、ゴミ博士発見。あ、搭載したのはでも博士でしょそれ。おっそすー、龍が如く8続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ続き、病組の島に突っ込んできたわけでございますが、敵危ない。そこでまた病と戦いつつ、でまた病倒して、そしたら堀市のおばちゃんにちょっと呼ばれて、堀市の店にまた来いってな、そんな状況でございます。またでもこれであれやな、サイドクエスト系がまた受注できるようになってるね。一旦自由行動ができるようになったところでございますが、まずは堀市のお店向かいましょう。おばちゃん、お話ってなんだい。来たで。それで話ってのは何だいおばちゃん。もう一度聞くよ、あんたの名前は春日一番なんだね。ああ、ああそうだよ。あんたなんでさっきの写真の人を探してんだい。ん、理由は言ってなかったか、さっきのこの人のことか。この人は茜さんって言って俺の母ちゃんらしいんだ。へえ、へえって、それだけ。でもこの人は今ハワイの裏社会から寄ってたかって狙われてる。ついこの前まではあの病も茜さんを狙ってた。急がねえと命が危ねえ、早く見つけなきゃならねえんだ。見つけてその後どうするってんだい。ハワイ中から狙われてんだろ。おそらく日本に渡ってもらうことになる。身内に移送手段を確保できる人間がいる。花輪です。そうかい。なんだよおばちゃん。お、あ、もしかして本当は茜さんの居場所知ってんのか。おや、知ってるって言ったらどうする。おや、マジかい。おばちゃん、おい冗談じゃ済まねえぞ。そう思うなら好きにしな。あの、それを明かしてくださったということは教えていただけるんですか。ふん、あんたは礼儀正しくていいね。あ、教えてやってもいいよ。マジかよ。お願いします。あかりさんはどこに。うん、急に丁寧。ただしたらじゃ教えられない。1万ドル用意しな。あ、持ってるで多分。え、はあ、ハワイ中のギャングどもが血まぬこになってる情報なんだろ。ならそれなりの対価ってもんがなきゃね。こんのババア。嫌なら好きにしな。この話をギャングのどっかに持ち込んでもいいんだ。あ、それはやめて、まあ、この話他の誰かには。光栄に思いな。あんたらが最初のお客様だよ。おお、おばちゃん、まずこの話は絶対に予想で言っちゃダメだ。必ずマフィアどもが嗅ぎつけてあんた殺されちまう。パリカナの人間にもだ。あいつらは裏でつながってる。てんてん。それと金額の確認。1万ドルだな。2万でも10万でもなく。おや、1万ならなんとかなるってのかい。うん、なんやったら現金で今持ってると思う。なんとかするさ。あがりさんの命がかかってる。1万。おい1万、こいつの言うこと真に受けんのかよ。1万稼ぐのはさすがに時間食うだろうからな。リスキーだってことは分かってる。でもあかねさんにつながる道は現状これだけだ。俺はおばちゃんの話に乗ろうと思う。ならさっさと金作らねえとな。あ、言っとくが俺は金は借りらんねえぞ。審査通るわけがねえ。いや、ローンで行くつもりかい。分かってる。さそうと決まれば急ごうぜ。多分持ってたよね。だって病倒したら1万手に入ってた気がするで。んー、なんやったら3万ドル持ってる。余裕でした。気合い入れてこぜ。奥には入れない。 おばちゃん持ってたわ。なんか3万ドル持ってたわ。おや、金ができたのかい。ああ耳揃えて持ってきたぜ。おお、払いました。たまげだね。秒でね、秒で出したからね。いいだろ、俺たちやるときはやるんだよ。こっちは約束守ったぜ。今度はそっちの番だろ。一つ聞いていいかい。ええー、無視すんなよ。何です。
あんたらがそこまでして茜って人を探してんなら私を締め上げて情報を吐かせようとは思わなかったのかい。ああ、そういう手もあったね。それ茜さんは一刻も早く見つけ出さなきゃならね。でもだからっつってレディに手を挙げるほど腐っちゃいないんですよ俺たちは。うん、レディと呼ぶ。俺はちょっとだけ考えたけどな。言わんでいい。バカ言わないの。明日の夜ハーバーストリートの船着き場に来な。船着き場、それはどういう。詳しくはそこでわかるよ。いいから黙って従いな。ああ、偉そうだな本当に。明日の夜にハーバーストリートの船着き場だな。それはそれで構わない。ええ、じゃあ一旦帰りますか。さすがに疲れたぜ。あ、おばちゃん、くれぐれもギャング連中には気をつけろよ。おばちゃん、はめようとしてないよな俺を。リボルバーで休む。一気に向こうまで行く感じになったね。船着き場ってどこなん。ああ、あ、そういえばあそこのお金払ったらなるあのルンバ的なやつ、あそこもお金払えるんじゃない。そういえばこの辺金庫もあるわ。開けてみるか。開いたぜ。なんか絵が出てくる。ハッピーレイなもんか。おじさん、あ、もうずっと置いてるなこれな。これどうなってます。いや、もうじゃこアロハ。お掃除マルシンカのためにいくらか出資してもらえんかの。3000とかじゃなかったっけ。ほら3000やんな。あ、余裕や。$3000、もう全然余裕今なら。ほらよ、なんやったらさっき1万払っていたわ。お、これで$3000、目標達成なのじゃ。お、ついに黙ったか。なんだかんだで結構出資しちまったな。いやいや、もじゃこには足向けて寝られないの。感謝感激雨あられなのじゃ。懐かしいな。では早速ハワイのラボに戻って開発するぞ。お掃除丸のアップデート楽しみにしてるぜ。任せるのじゃ。開発が終わり次第連絡するから待っとってくれ。それじゃあアディオス。いけたのかい。さてさて、今度はどんな掃除機になるのやろ。とりあえずは博士からの連絡をマストするか。ってことはまた別の場所でサイドクエストある感じなのかな。アロハッピーはなんかできるようになってますか。男前を上げてやるぜ。ダンサーがいけるようになってるけど、結局でも武器があるかどうかなんだな。あー、まあ一旦せっかくレベル上がったとこやからこの感じでもいいんだが、春日は一旦ちょっと勇者戻してもええかもな。決まった、うん、男前を上げてやるぜ。多分何かしらの技があったはず。これはこの辺で装備装備。あれ、勇者のなんか俺買わへんかったっけ。あれ勇者のやつじゃないのか。あ、じゃあダメです。どれにすっかな。ダンサーは一旦こういうの久しぶりにやりますか。ぴったりだな。春日ちゃん、男前を上げてやるぜ。装備がちゃんとあればいいけど、いや駆け出ししかないな。ダメでした。どれにすっかな。マジか。全然大した武器がねえのか。いいんじゃねえか。フリッターなら大丈夫やな。ベルダン焼きいろいろあるけど、まあメガスイングだな。俺なら素手やもんね。一旦ちょっとこれでまた様子見つつっていう感じかな。そろそろサイドクエストなんかやってやった方がいいかい。ウクレレライブを聞きに行く。まあでもストーリーも気になるところですからな。ストーリーをやっていくのがやっぱ筋ですかな。おお、あ、なんか電話来た。
お、アップデート完了なのじゃ。おかげさんでお掃除丸のアップデート完了したぞい。ハーバーパークエリアでお披露目会をするのでぜひとも来てほしいのじゃ。待っとるぞい。博士は新型お掃除丸と一緒にハーバーパークの近くにいるらしい。後で行ってみるか。すぐ連絡来たわ。最新のお掃除丸、ハーバーパークエリアってどこ？あ、こんなところ。そこちょっと行ったことないエリアし、せっかくやし一旦見といてあげましょう。やっと博士に金払ったからな。なんやったらもっと早めに取ります。うやぁ車に気をつけて渡らねえと体が持たねえな。まあ今まで全然止まってくれてたのに、なぜかこのタイミングだけ吹っ飛ばしてくるのね。こっちの方なんやったらちょっとまた新しいジョブ海岸刺したいな。テストとかまた受けなあかんかな。あのテストってどこやったっけ。もうちょっと向こうか。あれでまた人間力をアップしつつ、お、100人いけた。お店で待ってるわ、絶対来てね。Kさんとかまだ行かなかな。じゃあな。お、来たで。お、こいつがそのお掃除丸か。ふははーは、ふははーは。その通り、出来たてほやほやのニューお掃除丸なのじゃ。見た目だけだとそんな変わりねえけど、中身が進化したってことやな。ご明察。ボディは変わらずも内部はパワーアップ済みじゃ。簡単に言うとめちゃくちゃ頭が良くなったのじゃよ。どんな感じで良くなったんだ。ん、見してくれんの。百聞は一見にしかず。では早速実験といこうかな。ここに2つのかき氷。うん、かき氷、そしてそれぞれ地面に置く。それで今のところお掃除丸は反応しない。なぜならこれはかき氷であってゴミではないから。お、すごいね。あ、でも食べた瞬間ってこと。しかしこうやって片方食べちゃうと、ハモ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 、なんで別のスプーン持ってんねん。頭がキーンとするのじゃ。お約束を忘れない男だな。春日に言われてるわ。ふう、この食べ終えた器を同じところに置くと、ゴミ検知、ゴミ検知。あら、どういう AI ですかそれ。それすごいで。あら、あらあら、ほう、すげえ、ちゃんと見上げてんだな。確かに残ってる方のかき氷はそのままだ。ふふふ、すごいじゃろ、すごいじゃろ。でもああいうカップをわざわざこんなでっかい機械で取らなくてもさ。他にも全部見上げられるのか。例えば折れたサーフボードはゴミとか、理論上は可能じゃん。理論上、ふむ、このお掃除丸はいえば赤子のようなものでな。これからいろいろと学習させていくことで AI が進化していくんじゃよ。覚えさせなあかんのかい。今風に言うとディープラーニングというやつじゃんな。おお、よくわかんないけど、これからゴミかそうじゃないかを教える必要があるってことか。そういうことじゃ。そこで一つ相談なんじゃが、ん、あ、お掃除丸にゴミとゴミじゃないものの仕分けを見せて勉強させる手伝いをしてもらえんかの。どうやって、具体的に何をするんだ。あ、例えばこのどう見てもお腹を壊してしまいそうな廃棄弁当がある。これをモジャコにパッと見せるので、モジャコはゴミの方へこれを仕分けてほしいのじゃ。は、同じように高級な腕時計も出すが、これはまだまだ使えるのでゴミじゃない方へ仕分ける。簡単じゃろ。本当はここまで終わらせてからお披露目したかったんじゃが、老眼でわしもゴミかそうでないか最近分かりにくくての。おいおい、よくそれで新型掃除機作る気になったな。分かったな、気合だけは認めるわ。まあでも大体わかったぜ。博士が出してきたもん、ゴミかそうじゃないかの仕分けをお掃除丸の前で俺がやればいいんだな。そういうことじゃ。ただお掃除丸には素早い判断をできるようになってほしいので、もじゃこにも手早く仕分けしてほしいのじゃ。もたもたしてもいいと覚えられたらかなわんからの。この辺はローテクな学習なんだな。お前で。そこは CPU の力でなんとかしてくれるな。では早速覚えさせたいのじゃが、準備は良いかの。なんかミニゲーム始まるっぽいな。大丈夫だ。よし、では行くぞい。まずはお掃除丸を学習モードにして、お、スタートじゃ。 あ、 いける。
お、提示されるアイテムについてゴミかそうじゃないかをお掃除丸に教えます。各アイテムごとに制限時間3秒。なるほどね。よし、お掃除丸の学習のためにゴミとそうじゃないものの仕分けをしよう。あ、これはゴミ、ペットボトルゴミおじさんの写真か。ゴミって言いたいけどゴミじゃない。これは、いやー、これもでもいい、いやゴミ、ゴミか。それともまだ使えるよね。いや、さっきの雑誌もなんかレア物っぽかったけどな。これは金の延べ棒的な感じでいいのかい。ゴミじゃない。いやー、これまだ使えそうやで。ゴミじゃない。うーん、使える、修理したら使えると思うけど一旦ゴミ。あー、これは、これもゴミ。腕時計っぽいよね。え、ゴミじゃない。むずない。こんな感じでいいか。よしよし、必要な情報はバッチリなのじゃ。インプット完了、インプット完了。アップデートに入ります。お掃除丸はこれから少しの間アップデートタイプなのじゃ。これが終わったら生まれ変わり完了じゃぞい。ちょっと時間置いてまた来てくれ。なんだよ、睡眠学習か。まあいいや。んじゃ、それが終わった頃にまた顔出すよ。あっとったんかな、あれで。なんかなるってことなんかな。じゃあせっかくこっちの方来てるし、人間力上げていこうぜ。新しいジョブちょっと覚えてえわ。わかっちょ、久しぶり、元気してるかお前。いや春日君、僕に何か用かな。特になんもないわな。大丈夫、あんがたな一戦も頼りにしてくれよ。人間力はメンタルと知性が、あ、優しさも欲しいな。メンタル、知性、優しさ。ようこそ。おい、金ならあるぜ。前より金ならあるぜ。メンタル、知性、優しさ、これか。海の生き物博士、むずそう。こちらの試験でよろしいですか。お願いします、行こうぜ。海の生き物には、生き物の中には環境をうまく使って共生することで知られる数が数多くいます。その中でも人気の高いイソギンチャクと共生することで有名なカクレクマノミはこれやろ。ねえ、海の生き物。クラゲは他の動物への器官をほとんど持っていません。次のうち画像の水クラゲが持っている器官、え、ないの。ほとんど心臓ぐらいはありそうやけど。目、脳、え、むず。水クラゲ、知らない。心臓。次の生き物のうち一般的なサイズの個体を比較した場合に最も大きい生き物。ダイオウグソクムシ、ダイオウイカ、シロナガスクジラ。クジラじゃないの、さすがに。あ、次の生き物のうち生物の分類学上仲間外れ。クジラ、ジュゴン、ラッコ、ペンギン。哺乳類的な部分で考えて、え、哺乳類、ラッコ、わからん。クジラ。海にはさまざまな種類の生き物が住んでいますが、その中には海の中で呼吸をすることができない肺呼吸の動物も存在しています。肺呼吸の動物、エラ、タコ、イルカってエラよね。カニ、ハイ、タコ。いや、これむず。はあ、初めて失敗したかも。あー、フェイル。悲しいおう、初めての失敗。隠れ熊の実、あ、もう全然あかんかったね。目だけあんのか。で、シロナガスクジラ合ってる。ペンギンは鳥類、それ以外は全て哺乳類。そうやな、俺全部哺乳類に見えたわ。で、イルカじゃないのか、シャチ。え、でもシャチ肺に大量の空気をため、そうなんや。
冥界からの魔物。難かった。残念でしたね。すいません。何か試験合格のコツを知ってるかもしれません。なんせたくさん資格を取得されてますから。心も体もバッ。ようこそ。いや、相談せん。どう試験を受けますか？これもう一回言ったらどうなん？同じ問題やったりせん。広く深い海の中には様々な場所に生物が存在しています。次のうち生息する水深が深い提灯アンコウ、イワシ、まあ提灯アンコウじゃない？深いところ、光のないところにいるイメージ。これさっきの問題やな。これシャチ。大丈夫。ウミガメが産卵時に目から涙のように体液を流すのはなぜか。知らない。切ない気持ち。ほんまに泣いてんの？体内の塩分濃度の調節、一番っぽいよね。一番科学的で、いやこれさっき出たやつ。わ、また違うの。海の中を自由に泳ぎ回ることで有名なペンギンですが、その中でも最も大きな体、帝王、プレジデント、皇帝、大王。皇帝は聞いたことあるけど、皇帝ペンギン。頼む。なんやったら知ってる問題あったから、さすがにいけてるでしょ。ふんぬ。あ、よかった。さすがに。さっきカタポンポンってしてくれたやつは別に胴上げ手伝ってくれてるわけじゃないんやね。オッケー。ちょうちやんこ、あ、全問正解。素晴らしい。ちょうちやんこと体内の塩分濃度調節で皇帝ペンギン。オッケー、やりました。これであとは知性と優しさか。ようこそ。知性と優しさがもうちょっと欲しい。知性と、あ、知性あんま、あ、知性あるわ。普通に数学あ、優しさもあるで。他はこっち行くと高いわけではないのか。おもろ。知性とガーデニング、どれにしよう。知性、数学がっつり行ってみようか。真面目テストっぽいけど、数字の中に一定の法則、13713、2増えて4増えて、むず、2増えて4増えて5増えて6増えて、わからん。適当。ちょっと時間もうちょっと欲しかった。エレンとデートに遅刻しそうなマイクは走って待ち合わせ場所に向かいました。マイクが分速、あ、もうこういうのもう忘れてるわ俺、計算の仕方。分速 150m で走った時、 150m 分速ってことは10分後やんな。で、わあ、ザ計算、掛け算からいくんやな。これは23が6、45、20、23が6、45、20、26、27。画像の時刻の初めて9時半になるまでにはあと何分。9時半、55分よね。55分で、わあ、3、6、10、15、21、28、36、45、35。いやいやいや、普通に数学でした。ふんぬ、よかった。でもちょっと一番最初の問題は噛んでいってもだわ、計算しきれなかった俺。
時間間に合わへんかったわ。まさか1問目からあんなん来ると思ってなかった。いや間違った。セガ21、 1たす、うん、1たす2は3、 3たす4は7。あーそういう感じか。これはちょっと時間足りへんかったな。あとはちゃんと普通に計算できた。こんなんもあるのね。おもろ。で、あとは優しさと知性。いい感じだな。優しさと知性。優しさだけめっちゃ増えるやつとかってあるわ。優しさ。歴史もあるぞ。こちらの試験でよろしいですか？宇宙博士。やってみよう。天体に関する問題。強力な重力を持つため物質だけでなく光さえも脱出することができない天体の名前。光さえも脱出、強力な重力、ブラックホールっぽいけど、無難に。おうし座の一部、カニ星雲の別称、 M1 M8。 これらの頭文字についてる M とは何を表しているのか。星雲の性質、ウルトラマン的な感じ。1986年に地球に接近している話題となった、地球から肉眼で見ることができる彗星。ホレホロハレー彗星ぐらいしかなんか聞いたことない気がする。宇宙飛行士が船外活動の際に着用する宇宙服の値段、これ結構高いらしいで。10億。太陽系の第六惑星である土星、天体の周囲に大きな輪を持つことで有名です。この輪を構成する主な物質はガスじゃないの。いやーどうかな。1億やったかな。宇宙服10億は高すぎた。お願いします。 OK。 とりあえずは5分の3やもんな。ありがとう。この人たち優しい。みんな OK。 あーまだいかんか。あぶね。ブラックホールで人名なんや。 M とはフランスの天文学者シャルル・メシエのイニシャル。ハレー彗星 OK。 あーやっぱ10億円よかった。意外と合ってた。はあ、ハレー彗星、次の接近2061年。まだまだや。あれガスじゃないの。おろろろろろ、氷なんや。へえ、知らなかった。でも正解できてよかった。ようこそ。面白。どの試験を受けますか？やけど今のでまだ知性と他のもやってかなあかんな。スジモンマスターむずそう。まあ一旦ちょっと知性。こちらの試験でよろしいですか？歴史学行ってみます。歴史の問題。富士山をさまざまな角度から描いた版画、これ何やったっけ。日本の浮世絵師。北斎はあの波のやつのイメージやもんな。いやでも意外とこれも北斎なんじゃないの。18世紀から19世紀にかけて活躍したドイツの作曲ベートーベン、交響曲第5番。運命か魔王やんな多分な。運命。わあ。めっちゃ授業のテスト感出てる。初代大統領に就任したジョージ・ワシントン、これじゃないの。16世紀末から18世紀初頭にかけて西洋で流行した建築様式、バロック式建築。バロック式建築を用いて建てられた建造物ではないもの。仲間外れ。全部一緒に見えるけど俺。これだけなんか低い気がする。19世紀のスウェーデンの科学者でダイナマイトを発明して
あら、富をなし、その遺言でその名を残したの、ノーベルじゃな、世界的な賞が作られた、ノーベルじゃないの？ノーベル賞の発端。お願いします。フンヌです。フンヌでした。よっしゃー！ありがとう。ありがとう、ありがとう。ガスが。ナイス。で、自勢をアップした。あとは優しさ。あ、北斎でやってた。あぶね、結構また5分の3やった。運命。で、あ、ワシントン、そっち、あれ、リンカーンか。あら、普通に間違えた。恥ずかしい。これは全然わからへんかった。ノートルダム大聖堂、知らない。いやー、でもなんとかなりました。ありがとう。これでレベル5に達してないのが優しさだけ。いい感じだな。あとは優しさをレベルアップすれば全部いけるよね。雑学をなんかいろいろ上がるな。これちょっと面白そう。行ってみよう。ひまわり、アルルの女等の数々の名画を残したものの生前はわずか数枚しか、ゴッホやんなこれな。モネ、ムンク、ゴーギャン。ひまわりといえばゴッホでしょ。何これ。主に熱帯地域で栽培される芋類であるキャッサバ、原料として作れる独特の食感が、熱帯なんか。どっちや、芋類、タピオカ、ナタデココ、キャッサバ、独特の食感言うてるからな。ナタデココっぽい。体の色を変化させて背景に取り込む性質、両目を別々に動かすことのできる性質で知られるカメレオン。これじゃないの。いやな、カメレオン。ギリシャ神話における天空神、最高神でもある全知全能ゼウス。髪の毛の代わりに生きた蛇が生えるというメデューサ。その目を見た者は石やんな。これは余裕じゃない。さすがに3問以上は正解してるでしょ。テレレテレー、ういガンガンレベル上がってってるで。ああ、ガスが、おもろ。よし、優しさアップで、あ、一個間違ってる。ナタデココンで間違いはなかったけど2番ナタデココにはナタデココであっとったけど、キャッサバ原料なのはタピオカってことね。あ、タピオカがキャッサバという芋を主な原料。独特の食感と言われたらナタデココの方が強いやろ。あとは合ってました。ありがとう。いけたぜ。調子出てきたな。これで多分新しいジョブも覚えられるでしょう。ハロー、やけど当分、あ、お掃除丸もういけそう。お掃除丸、今回はなんだかんだでこういうサブ的なやつばっかりにちょっとなりそうですが、これはこれで楽しいからね。おお、むちゃくちゃよく来たな。ちょうどお掃除丸の再起とか終わって AI がパワーアップしたところじゃ。ぜひ見といてくれ。ぬぬ、ようやくできたんだな。お掃除丸バージョン 2.1 にアップデート完了しました。なんか気持ちいい流暢な声になったな。そうなの。ほっほっほ、進化を発揮するのはこれからじゃぞよ。あれを見るのじゃ。ん、なに、お、めっちゃゴミありゃ。ここの新お掃除丸がゴミだけを吸い、それ以外を残して通る。マジ、ほう、そりゃすげえ。けどちょっとゴミ多くねえか。
あれ全部お掃除丸の中に入るのかよ。いける？一回ゴミと一緒にでも吸い込んじゃうの？そこで焼却機能が生きてくるのじゃ。この機能も実装済みじゃぞい。やんのかい。そういえばそんなこと言ってたな。燃やして取り込む量を増やすんだったか。そういうことじゃ。ではお掃除丸クリーンアップカモン。あれ、センサー起動完了。クリーンアップ開始します。なんかちょっとラグあったね。大丈夫？お掃除丸、今吸いに行きます。今会いに行きますみたいに。あ、ブルブルブルルン。あ、すごー、えぐー。こりゃ気持ちいいぜ。本当にゴミしか吸ってねえ。怖。すごいジェロ、すごいジェロ。もっと褒めてよいぞ。はー、変なん出てきたりせえへん。あら、すごい。しかもじゃ、今こうしている中でもお掃除丸は学習しとるんじゃ。何がゴミで何がゴミじゃないかを自ら考えて学び、より効率的に処理するように設計されとる。マジか。あの睡眠学習の間にそんな成長してると。よくわからないけど AI ってのはすごいんだな。ちなみにゴミを吸い終わったらどうなるんだ。周辺のゴミを感知しなくなったら戻ってくるようにプログラムしておるから、すぐにこっちに来るはずじゃぞ。来るなあ。おい、あいつ止まっちまったけど。うーん、おろ、おかしいの。おーい、戻ってこーい。ゴミ発見、ゴミ発見。結局人間吸い込んじゃう。セブンと同じ感じ。あれ、どっか行った。あ、ヤンキーども吸い込んじゃう。そういう感じ。ゴミ人間を。姉ちゃん、ここ日本人かい。俺らに通行料払うのが決まりなんだよ。あら、初回だし1000ドルに負けとくぜ。ニヤついたチンピラ。そんな、いかにもなチンピラ。ジンタラしてねえでさっさと払えや、このガキ。おでんツンツンタイプ。ゴミ発見。あ、ゴミ発見。来ました。え、はは、あ、いいね。これでも大丈夫。また間違って関係ない人吸い込んじゃわへん。おいおい、お掃除丸がチンピラ吸い込んじまったぞ。焼却ですか。なんと、どういうことじゃ。あら、あ、あの店のハンバーガーうまかったな。トモくん、ねえ、食べ歩き最高。前どっかでおったやつ、あいつはこの間空き缶っぽいせず。トモくんたち、次何食べに行こうか。またしても。ゴミ発見、ゴミ2種発見。は、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 あら、トモくん、やっぱり。ああ、っていうか人間まで吸い込むなんて聞いてねえよ、博士。博士、うん、これは想定外なのじゃ。一体どうして。さすがです。な、また移動した。うん、およ、あれは。おい、まさかあの姉ちゃんも吸い込む気じゃ。うん、どう判断すんの。この辺りは交通量が多いので、気をつけてお通りください。おや、あら、ありがとう。違和感なく喋ってる。あいつ吸い込むどころか美人の姉ちゃんに媚び売って終わったぞ。気をつけてください。そうか、うん、どうやらゴミ識別 AI が進化しすぎて、ポイ捨てやカツアゲする連中を社会のゴミと認識して吸い込むようになってしまったようじゃ。そういうことやな。社会のゴミって、うん、だから何もしてない姉ちゃんは吸い込まなかったのか。むしろすり寄っていった感じだったな。うん、まあそうじゃな。強いて言うなら、音声認識モードの実験中に好きな女性のタイプを語り合ったことがあって。ないしょね。その時わしが力説したお姉さんの話がお掃除丸のデータベースに強く刻まれたのかもしれん。刺さっとる。さっきの人とちょっと似ていた気もする。こら、修学旅行の夜みたいな実験してんだな。ああ、いい例え。ともかくこのままではお掃除丸がゴミと判断したものは人や物問わず吸い込んでしまうのじゃ。うん、ために行くぞ、もじゃこ。どうしましょう、行ける。
ったく世話の焼ける掃除機だな。だな。お掃除丸、一旦停止するのじゃ。うん。おい、聞こえんのか。喋ってなんとかなんの。止まれと言ったのじゃ。確かこの辺に緊急停止ボタンが。ああ、押せ押せ。蹴った。あ、蹴りで。発見。あ。ゴミ。博士。発見。あ。搭載したのはでも博士でしょそれ。思いました。博士。今度は一体何が起こったんだ。博士。どうやら取り込んでから燃やすよりも先に燃やしてから取り込んだ方が効率が良いと進化した AI は判断したのかな。真面目に分析してる場合かよ。まあこれじゃただの火を吹いて吸い込む兵器だぜ。兵器です。おっとそうやった。とにかく緊急停止ボタンを。いける。リモコン作っとけよ博士。おい、しんちゃん、すごいな。頼む、魔女子、緊急停止ボタンを押してくれ。ああ。博士。くそ、なんか普通に吸い込まれちまって。ああ、普通に。もう、魔女子。さっきのチンピラどもはどうなってます。こうなったらもう無理やり止めるしかねえな。あれ、戦闘。今そんな展開。行きます。今ついに行きます。バージョン 2.1 このままではレベル27。ちょっと強いやんけ。温度を2000度に設定しておってな。2000度ってやることなすこと裏目に出るな。やば。ちょっとほんでもって MP 減っとるやんけこっち。行くぜ。何が効くんかな。何箇所かあるな。腰抜き野郎が。まずはその辺から。ほれ。いや、強くね。さすがに水が弱点だろい。うん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 。いいよ。俺の番だ。なんとか一箇所はすぐ潰せそう。メガスイングでとりあえずあの左を潰して復活したりせえへんやろな。復活とかなしよ。パーンスマッシュ。黙らせてやる。ほらよ。よし。こういうタイプでも、いつでもいいぜ。覚悟。本体が生き残ってたら、横の右左を復活させるみたいなよくあるけど、大丈夫？大やつよ。保ちましょう。一回なんとか耐えた。行くぜ行くぜ。ああ行ける。やんのかい。来てるぜ。攻撃力低下。行くぜ。うん。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。お掃除丸に。やるぜ。オッケー。からのパウンドとか。そうやな。組み技無理よなさすがにな。ガツンと行くぜ。ドロップキックや。ほら、いか、おもろ、いける？ペッパーミル、パンスマッシュ、出血とかも多分ないわな。腰抜き野郎が。あ、そこは火に弱い。ほらよ。お、ほら。もっとやばいことになってないか。火に弱いなら、なんか喋っとろ。リミッターが解除されたようじゃ。あ、妙な仕込みすんじゃねえよ。手のかかる掃除機だぜ。リミッターなんかやべえの来んのかな。ぬん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 。調子がいいぜ。ここは回復すべきなんでしょうか。いつでもどうぞ。みんな向こう側にいるからな。でもなここは味方の攻撃力イケイケコール。もらった。うん、どん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 。おい、ガンガン行くぜ。なんとかなるかな。あとそこだけ。うい。
任せといて。いけるよね。これで終わりよ。ふん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 。オッケー。おもろ。調子だぜ。コツつけましたね。うん。フリーター。これが俺の真骨頂よ。ゲイ。博士。清掃モード停止中。停止中。生きてるか博士。セーフモードへ移行します。チンピラも出てきた。社会の思いも一緒に。たく、毎度毎度骨の折れる掃除機だぜ。お前で。うん。まだ。今度なんだ。まだですか。爆発でもすんのか。博士。なんか美味しくできました？美味しいパンケーキが焼けました。なんでやねん。美味しいパンケーキが焼けました。ノラテナ博士。美味しいパンケーキが焼けました。なんか言うねん。美味しいパンケーキが焼けました。どんなオチや。は？博士、あ、食べてる。いやはや、またしても助かったのじゃ。感謝感謝なのじゃ。これはせめてもの気持ちなのじゃ。ボロボロやないか顔。お、フックチャーム、ワイルドダンサーの専用装備。頼むから安全をちゃんと確認してからお披露目してくれや。頼むぜ。いやはや面目ないのじゃ。まさかゴミの判定が人にも及ぶとは想定外じゃったの。前作であったやろ。うん、AI の進化は奥深いのじゃ。しかしまだまだ改良の余地があることが分かったのは収穫と言えるの。うん、ラボに戻ったら早速修正作業なのじゃ。もっともっと便利で安全なお掃除丸を提供できるように頑張るぞい。うん、頼むよ。相変わらず博士は転んでもただじゃ起きねえな。なあ、つってもま、仮にお掃除丸が今のままだったとしても社会のゴミとして吸い込まれないような生き方は必要なのかもな。うん、うまくまとまりました。ポイ捨てはしません。ああ、反省はしてる。そうじゃの、危うくわしもこのパンケーキの礎にされるところじゃったわ。人でできてんの。いや、全く笑えねえけど。やば。ただうまいのね。うまいなこれ。そういうオチね。おかわりどうぞ。おかわりどうぞ。2枚目焼いとる。ありがとうよ。ああ、お掃除丸再びエンド。いけました。なんかワイルドダンサーのが手に入ってたね。てこっとはアロハッピー系をまたやっていけばいいのかな。まあでも一旦これであっちの方に一気に飛びまして、人間力が上がったから多分いけるようになってるよね。取れ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どちらにしますか？アクティビティ行けるでしょう。1600ドルも全然余裕よ。アロハッピー。さあ、どんなやつ？新しいアクティビティ。子供たちが。次、あっち行ってみようぜ。いやいや、あっちだって。いいキャラのおじちゃんいるね。ほら、こっち座りなさい。子供たちを止めて。将来剣の達人になるかもな。あれは、やめたれ。なんかやめたれ。あ、頭にちょんまげできてるみたいな。ちょんまげ。そんな発想からの。おい、でチャンバラ見て。うせやん、なことある？ちょんまげ。
な覚醒の仕方、あ、かっこよ。でも天職海岸侍はやっと来た。すげえ展開そんなことなるとは。侍獲得しました、ありがとう。 See you next are happy。 いらっしゃいませ。で、まだもう全部いけんじゃない。ビーチヨガ、これはちーちゃんとかかな。どんなやつだい。あら、水着で。ああ、では次のポーズ。こんな砂浜で、はい、うん、マダさん、ほっ、あ、うん、はい、うん、これはどうです。お、よ、ほ、ほ、あ、腰、あ、やけど、はい、完璧にこなす。これなら、ああ、全部できちゃう。体やらか。これはさすがに無理でしょ。はあ、そんなそんなびっくりする。はい、ああ、もうさらに上。あら、すっきりした。ちーちゃんすごい。あら、そっからのくの位置的な。へへー、押してまいる。全然想像と違いました。そんな展開なります。くの位置やった。いらっしゃいませ。で、あともう一個が、あ、まだおしゃれと。お楽しみください。でも全部いけたでしょ、これで。楽しみです。次はこっちこっち。お、ヤシの実ジュース、お待たせ。お乾杯。うまそう。乾杯。グビッと。おいしい。最高だな。お、うん、あの子も同じの飲んでんな。うん、上にヤシの実。これは落ちる。ヤシの実が危ねえ。どうすんの。どっと、すまねえ。いや、いらんいらん。うん、おいしい。は、は、だー、キャッチ。なに、ふぅ、間一発だぜ。ああ、そこから今の動きって鋭いステップ、うん、ダイビングキャッチ、うん、あ、何、あ、これでアメフト。おー、あ、ズーン。どういうジョブやねん。いけたぜ。やりました。一気にいっぱい開眼してます。フットボーラー、アロハッピー。いらっしゃいませ。よりどり緑でしょう。一番気になるやつ。もうこれで全部お楽しみください。ビッタで。どんなやつかな。ウォーターガン。あー、やりやったな。あー、ちーちゃん、おりおり、なんてね。ほら、お、甘いぜ。うん、お、当たった。最悪。顔面、抜き足、刺し足と。さすがに、くっくっくっ。うん、おほ、バカな。どうよ、あれ、打ち合い、セーブ撃。はっ、春日とかの方が開眼するのね。ちーちゃんとかじゃなかった。ああ。
これででも全部多分いけたよね。ウエスタンマン獲得しました。 See you next アロハッピー。これででもあれかな、パカって出たらまた、いや何もならんか。前なんかいらっしゃいませ、エリザベスさんがなんか、あーもう何もできなくなった。あ、松本シェイブアイスのギフトセット、これがないと、じゃあ次なんかあれかな、次のなんかアクティビティ海岸せえへんってことなんかな。およ、でもこれで一旦ちょっとジョブがかなり一気に、あ、まだハテナあるわ。スジモンバトルで最初の四天王を倒しましょう。で、春日が優しさ6以上じゃないとなれないのもあったりとか、いやでももうある程度アイドルとナイトクイーンには絆レベルを上げないとダメ。一応順番っぽいのがじゃああるってことやね。あー、かっこいいやん。いいよ。OK。 じゃあじゃあまずは、今回はちょっとサブクエストメインな感じになっちゃいましたけど、ジョブの海岸もできたので一旦ここで区切りつつ、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。さあジョブチェンジしたらまた次進めていきますよ。それではまた、よろしくどうぞ。